とおばあちゃん家に来ててあの,のんのんしに来ましたおばあちゃんのどうも <laughs> い,いとこがいるんですよどんかぶりだってあごめんなさいねどうもこんばんは梶島です まあ今日はリリースイベントとかって本当に申し訳ないですちょっとあの結構がっつり配信本当に、あのー、過去一変な配信になりそうです今日は今日にね出張なの出張っていうか今日はねあのいとこの、ね、家に来ててそうそうお盆なのでどうしてもねあのおばあちゃんちにねおばあちゃんちっていうのかなおばあちゃんの,あのこうお参りお参りっていうのかな なんていうの。<laughs> ええー、おやだ <laughs>。あの、いとこがいるんです。ちょっとね、いとこ。こいとこ、でもね、配信今日できなかったの。今日一日ね、どっかで絶対やろうと思って、できなかったんだけど。もうね、ついちゃったから、いとこの家に。なんからね、ちょっといとこにね、ごめんねって言って、やらせてもらってます。神回、いや、そんなことないですよ。そう、泊まり。 いとこいとこの話たまにしますよねでもいやたまにすんのよいとこの話をえっとね <laughs> ちょっと変なことばっかりしてるんだけどあの、いとこはあの女の子女の子男の子がいてそうそう今女の子女の子がここにいるんだけど男の子は今寝てるかなあとねまだちっちゃいのそううちよりめっちゃ年下だからそうなのいとこちゃんいますよ いとこはあれだねちいこちゃんとほうちゃんと同世代ぐらいでも長女だね君はあっ <laughs> そうかじあのね君はすごいあの大人の子がひ大人ではないかうちのうちの年が近い長女とやばい次女とえ待って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  <laughs> 待って待って待って止めて止めて止めて ごめん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 やばいほんとにうちここで配信するのめちゃくちゃ怖いんだけど <laughs> ごめんごめんごめんあのもう一人のいつも一緒に住んでるおじいちゃんじゃなくてあのこっちまた違うおじいちゃん違うおじいちゃんをとの,のとこです家そうそうそうう なんかもうねいとこちゃんがそわそわしててすごいいとこちゃんそわそわしてるずっといとこちゃんめっちゃうちのママに似てるんだよね <laughs> やばいいとこも家事に似てるいとこ家事に似てるあでも君は私にちょっと似てるよね性格は一緒だよねここと、あの 次女,次女ちゃんがいるんだけど次女ちゃんは私と次女ちゃんはほぼ同じうちよりも喋るのがうちよりも喋るバージョンって感じだよねハスキーは一緒だね確かに <laughs> そわそわして立たないで <laughs> 立たないで立たないで顔は丸くないねあんまりうちのが丸いよねうんそう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 いとこちゃんえ次女を押さないでダメダメ 次女押すのは危険。本当にあの子危険だから。あ、でも鼻で笛は吹けるの？やっ,やってるって。でもね。そう。たまにこう。ここにね。久しぶりにお邪魔すると結構あのー、笛で吹いたみたいなこと言ったりするよ。この子たち ちゃんのリコーダーで私笛ふ吹ふいたっけ花ごめんそれは <laughs> あちょっと待って <laughs> ちょっと待ってやばいおじいちゃん来ちゃ <laughs> お,おじいちゃん来ちゃ <laughs> おじいちゃん待って <laughs> ねごめんねほんとに絶対ここで配信するんじゃなかった <laughs> 楽しそうでしょ いや、もうね、あの私の梶島家ってまあ、おも姉ちゃんはよく出演するのね、ここにあの声だけ。あのすっごいいい人だって怖い人だっていうのをみんな知ってるんだけどなんかあと、お母さん、お父さんも別にうちって単独じゃん、もうジャンルが。だからね、ここに来ると仲間がいるの。わかかるるるここに来ると仲間がいるから

あ、そう、犬飼ってるんですよここの子たちうえうちのお姉ちゃんめっちゃ人気なのここでいい声してるっていう, <laughs> そうちょっと似てるの私と「次女ちゃんのマイブームは何ですかだってアニ,アニメ好きだってああお姉ちゃんのうちの姉ちゃんの影響なのそれって いやうちのうちの姉ちゃんの影響でもあるみたいそうそうそう親戚内ではどの曲が人気ああでもね「We AreWinner <れ>」そう「We AreWinner」私はさっき一緒にお風呂入ったんだけど <laughs> 次女ちゃんとね次女ちゃんと一緒にお風呂入ってたんだけどあのね「We AreWinner」をさっき歌ってたのにさっき歌ってたんですよライブでそうライブで歌ってたんだけどお風呂でも聴くっていう。 そうそうそう <laughs> 二人でフラ行ったねそうそう、うん、中学生なのだからねうほうちゃんとちっこちゃんとどうせたいそうそうそういやほんとにいや昔から一緒にフライ行ってるもんねずっと一緒にいるんですよこの子たちと。 ずっと一緒に風呂入るし、ずっと一緒に寝るしね。ああ、私本当に一人で寝るの嫌いなんですよ。そうなの。仲いいよ、いいよね。兄弟みたいなもんだよね。どっちかというと。うちだって実のあのよりも兄弟感あるもん。噛み合わないからね。本当に。お姉ちゃん？ あーそっか長女同士次女同士って感じ長男はもっとちっちゃいんだけど長男はうん長男も仲良しだようんそうだからね妹っていないからそうそう風呂一緒とか狭くないいやもう入るのが日課なのかなそう あ、正月一緒にアニメイト行ったって話したねそうそういとこちゃんとアニメイト行きましたよ行ったよね一緒にね楽しかった私アニメイトにあんまり行ったことなくて姉ちゃんに一回連れてもらったことあるんだけどいとこちゃんたちと行ったのめっちゃ楽しかったですうん <laughs> そう あーいとこの方が仲良くて実の兄弟感あるのあるあるあそうなんだずっと一緒にちっちゃい頃から知ってるもちっちゃい頃からひどかったよね私ね、うん、うんだってえ <laughs> 待ってやばいそう今日アニメと行った人がいますわっあら次女ちゃんは家事のいとこで心配家事のいとこであることに心配はないですかないよね えー、だってだって同じじゃん分身みたいなもんだじゃん君ちゃん、うん、ちっ待ってうちの方が分かるの <laughs> 嘘だよ君の方がああでも同じぐらいだと思う蜂長合うからさ次女ちゃん,ん長女ちゃんもでもね仲いいよ長女ちゃんもだって長女ちゃんは昔から一番昔からだってねあの,あのでしょうちも妹だと思ったもんね一番ギャーギャーされてたもんここで。 そうそうそうう分身しんどそうだしんどくないしんどくないよあーいとこちゃんたちは私梶島がアイドルになることとか想像できたできなかったでしょうんびっくりしたよね私もびっくりするからびっくりしたえ、びっくりしたって <laughs> やばそうよ え学、学校知られてないでしょあんまりうんじゃ私が別にあんまり今日ない気がしますやだ、まあんまなんか質問ばっかりダメダメそんな変なことばっかり返ってくるから全部を知ってるからこの二人は私のね、全部知ってるもんね学校じゃないけどなんかどう…さっきあの長男のとこに行ってイエーイってやってたんだけど長男が 3DS やってて 変な動動画画出してきたの <laughs>、ね、何のののねいいつつ <laughs> あれいつのだっけだいぶ中私が中学生ぐらいの時だよねそう中学生ぐらいの時の変な動画をなんか出してきてなんかねここのこの家めっちゃ昔が詰まっててちょっと恥ずかしいそういろんなもん出てくると思う多分う気になるなんかなんか ニューーススキャスターですみたいなそういう動画 <laughs> 恐,竜恐竜が来ましたキャーみたいなそういう動画を 3DS で撮ってたんだよね中学校の時にそうそうだってそういうことばっかりやったのか昔なんかそう鹿児島家じゃできないから鹿児島家ってうちの姉ちゃんとどうやってやるのって話だから絶対できないじゃん絶対できないのそうそうやばーい 最近も同じことやややっっってててたよな、ね、なないやってない,ないよなんだ昔からなんだ,だって今とそんなに変わらない変わない変わんない,んないやばいどうしようほんとにやばいでもなんか私だけさなんかみんな大人になってくのやっぱり中学校小,小,小,小学校か中学校になって中学校から高校になってって感じだから大きくなってくんだけどさ私だけあんま変わってないんだよねやばいよね 二十歳になりました嘘やめなあちゃうじゃてホントいや本当にだって私二十歳になら始めたわよねうちね車の免許取りましたホン大丈夫だよ乗りたくないいやなんでやばいちょっと待ってうちの姉ちゃんの乗りたいって <laughs> うちあやちゃんあやちゃんの乗りたくないって言うてる ほんとに恐竜がパラシュートになっただけかなるほど信じられないので明日はやちゃんお泊まりそうですね明日は事故物件に泊まりますめちゃくちゃ怖いですねほんとに怖いだからそう怖いけど頑張りますあやちゃんって呼ばれてる呼ばれてるよねあやちゃんって呼ばれてるよね、うん、昔からあやちゃんだよね

赤信号が好きなドライバー珍しいよねそう赤信号大好き車止まれるからさうん <laughs> 赤信号になると「よっしゃー!」って言いながら止まってますいつもうちのままでうちのままとよく乗るんですけど車結構なんかもう隣で笑い転げてます結構そうそうなの火事がいっぱいそう あやたんあや,あやたんって呼ばれるのはちょっと恥ずかしいですね<ー>本当にねそうですねありがとうございます夜遅くに急にね明したかリリースイベントは最終日ということで吉祥寺ですねキラリナキラリナ吉祥寺店にて屋上かなでやらせていただきますリリースイベント今までこう何週間もやってきたんですけど毎日。 今日は4ステージもあったんですよリリースイベント3つと台湾バンライブ1つで4個もステージあったんですけど明日は3つあります最後です本当にぜひ来ていただきたいですねお越しください本当にお越しくださいお待ちしてますイエスイエスイエス12時14時半 17時そうですねそう屋上らしいですよちょっと聞いた私もねまだね行ったことないか分かんない野外だから大変かもしれないかもしれないその後は事故物件に泊まるので結構鹿島は明日から結構フル出場で頑張りますって感じです <laughs> 池袋楽しあーということであっという間に15分経ってしまいました え今日はねちょっといとこちゃんのね前でショール,ルームをやるっていう異様な光景ケアだったんですけどいとこちゃんはえっと長女ちゃんはあの結構う,うちのお姉ちゃんと仲良かったりするちゃんとした子です。次女ちゃんは私の分身でで長男くんはは今は上で寝てますますあ若いからね長男くん若いよね本当に。 なんでそんなち,あのちっちゃいというかあのまだねそう若いこあそっかちあそうだねまあ、ほうちゃんちいこちゃん世代ではあるからねもっとちっちゃいかもっていうぐらいだからいとこちゃんは今日の配信のだったごめんね本当によくほんにってやばいでしょだってさ普通にいとこちゃんっておもろいとか言っちゃうタイプだよ <laughs> こういう感じです まあ明日からもねリリース明日もねリリースイベントありますぜひお越しくださいちょっと急遽こんな活なしになってしまいましたがまた明日も配信しますのでどこで配信するんだろう配信しますあすごいこの寝巻きえっとおばあちゃんの寝巻きみたいな感じなったよバイバイ以上です